第5レース1着となりました市村咲希選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は見事連勝となりましたね。はい、良かったです。はい、それではレースを振り返っていきたいと思います。はい、進入は枠なりの3対3でした。市村選手は2コースからですね。はい、はい、朝よりもちょっと風は、そうですね、はい、ちょっと風弱くなったんですけど、まあ、景色的に前半よりは行ってないと思ったんでそのまま行きました。はい、1マークはこうまくっていく形になりましたが、はい、船の帰りとかはどうですか。刺そうと思ったんですけどつい握ってしまう私の癖が出てしまったなと思います。はい、まあ、まくっていった感じこうどうでしょう。そこからのこう悪くないと押しとかも悪くなさそうですか。2マークもしっかりと握って回れたんで、はい、私的にはいいかなと思ってます。はい、前半レース後には、まあ、もうちょっとこう乗り心地がくればいいのかなというお話もされていましたが、はい、ちょっと調整はしていかれました。はい、やっぱちょっと回った後重かったんで少しペラで回るように調整していったんですけど、はい、もうちょっとやってもいいかなと思いました。そうですか。はい、でも、前半レースよりもちょっと良くなっていた雰囲気でしたか。と思います。ちょっと、はい、ちょっと先頭走ってると、はい、何度も、はいはい、そうですね、今日は連勝だったので、はいはい、どうでしょう、現状でまだ上積みしていきたいところっていうのはありますか。そうですね、今日は時間があるんでちょっと本体とか点検をしてみたいなと思ってます。はい、まあ、今日は連勝ということでね、はい、ここからこうリズムを、はい、上げていって、まあ、そうですね、はい、いきたいですね。はい、はい、それでは最後にもう一言お願いしたいと思います。はい、最後まで諦めずしっかり走りたいと思うので応援よろしくお願いします。さっき先にしてやんよ。第5レースの1着市村選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。